2015年8月23日、中国メディアの観察者網は、日本メディアの報道を引用し、22日午前11時ごろ、御殿場市の陸上自衛隊東富士演習場で、戦車が撃った 120mm 演習用砲弾の付属品の破片が観客席にいた男性2人の足に当たり、軽い怪我をしたと伝えた。120mm 演習用砲弾は、90式と10式戦車の演習用砲弾だが、どちらの戦車が撃ったかは明らかにされていない。しかし、目撃者は、10式戦車が撃ったと話している。怪我をした男性は、それぞれ、右膝と左太ももに擦り傷を負ったが、応急処置を受けて見学を続け、演習終了後帰宅した。このニュースに対して、中国のネットユーザーから、様々なコメントが寄せられた。日本の戦闘力がこの程度ならば安心したよ。周到に準備した演習でこの程度のレベルなら実戦では言うまでもないな。随分と高いおもちゃを作ったものだ。射撃管制装置に問題があるんじゃないか。これが世界一高価な戦車のレベルか。日本も敵に対して弱く見せかけることがあるのか、気をつけないと。